はい、今日は6月12日夜9時20分になるところです。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現状に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、メアリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日ちょっとしたニュース、全国に駆け巡ったと思われますが、ね、今日ニュースで報道されたと思いますが、この東大阪市にも昨日メールで爆破予告ですね。東大阪市役所を今日の3時半から40分の間に、ね、爆破する、このようなメールが届いたということでね、今日は私ね、議会傍聴に行っていたんですね。ところが昼からの2時半で傍聴も議会も暫時休憩、そして一般市民は役所から全て退去してくださいというね、そして駐車場も午後2時よりね、使えないようにというね、ガードマン、たくさんのね、警備員が来ていましたね。そしてどのような状況になっていたかと言いますと、役所のね、周辺、そして役所の敷地内ですね、今日ね、このようなね、委員会ですね、これがね、東大阪の委員会、ね、文教委員会ね、行われていた。私はあの傍聴席からこれ撮ったんですけどね。そしてね、2時半になって下に降りたところに、ね、どういう状況になっていたかね、つまりこういう状況ですね。この庁舎の周りをね、消防車ね、消防車とね、このこういう状況ですね。わかりますか、ね、このようにしてね、消防車、そしてこの後ね、警察車両も多数来たみたいなんですね。私は2時半になってね、今日はね、早く家に帰ってきたんですが、このようにしてね、大変な騒ぎになって、役所の仕事業務、ね、ストップですね。つまりということは、ね、このよく言われる威力業務妨害というもんですね。要するに業務を妨害したというね、このようにしてね、消防車駆けつけて、その爆発予告に備えていたね、これはおそらくね、今日今晩のニュースでね、報道されたんじゃないかなと思うんですね。しかしこれもね、何年前からかこのようなことがたびたびね、全国の役所ね、そして県庁、都道府県に、ね、届いておりましたね。東京や、ね、そして岡山、ね、名古屋、そして今日は、ね、昨日このメールは届いたということでね、議会事務局とお話をしていたんですがね、本当にね、要するにこの東大阪においてはね、給付金、ね、それさえもなかなかね、こういう行政の縦割り、行政のね、システムがね、欠陥と言えるほどね、矛盾した行政なんですね。そして東大阪の場合ですと、よそのね、この大阪府下においても、43市町村の中においてもね、富田林、ハービキューノは様々なところでね、市民に対するね、助成金ですね。例えばね、片親、母親だけで子供たちを見ているところ、ね、そういうところには一律、ね、一人について子供たちに5万円、ね、助成金として与える。このようなことが次から次へと発表されているんですが、なんとね、この東大阪市においてはね、新聞をにぎわせるのはもらうことばっかりなんですね。例えば、ね、消毒液の、ね、差し入れが東大阪に届いた。マスクの差し入れが東大阪に届いた。ね、
そしてあの何ですか、ヘルメットの前の防護するね、これが東大阪に届いたね、市長が受け取るようなそのようなね、要するに物もらいの東大阪になっているわけでね、逆でしょうね、市民に与えるね、それこそがね行政ではないでしょうかね、市民から預かっている税金をね、それをなんとね、1円たりとも市民に返すことをせずにね、全て箱物建設投入して、こんな時にね、市民がね、本当に緊急なね生活に陥った時にね、それを返す金が一銭も残っていないというのが現在の野田市長の正体なんですね。ですからね、悪性不正を私がね徹底的に調査してるんですね。そしてこの前はね、大東市に行ってね、大東市が東大阪に返した時のね、土地の汚染のね処理代として、いくら東大阪市にお金、土地とお金をねつけて返したのか、その領収書というのは、当然大東市が東大阪にお金を払ったということになっているんですから、東大阪市は当然領収書を出さなきゃね、もらいますね。ね、要するにお金を出した支出ですね。ということは東大阪は領収書を書いて、そして大東市に渡しますから、大東市にはね、この領収書の分かるものを開示請求したんですね。そして東大阪にはいくらもらったのか、ね、その費用の分かるものですね、積算の分かるもの、これをね今日開示請求しておいたんですね。ちょうどそこにね、川口副市長が降りてきていたんですね、開示請求。何と言ったと思いますか、ね、今日は何を開示請求したんですかとこう言うんですね。今日したのはこのね、川口副市長らが絡んでいる土地のね、汚染の処理の費用の開示請求だったのに、私はね、にったり笑ってね、顔を見ていたら、この前私らの給料の開示請求をされたみたいですね、とこう言われたんですね。さあ、この副市長がね、一回、副市長は日頃に部屋があるのは10階なんですね。22階建ての10階が市長室、副市長室なんですね。市長公室ありますんでね。さあ、ここの副市長が、私が開示請求したことを全て知っているということは、皆さん、ね、これこそ、個人情報保護法といってね、この開示請求をした人物がどこの誰であるかというのは、職員は一切ね、外部に漏らしてはいけないですね。そういう法律があるんですね。ならば、なぜ副市長が、私が副市長連中らのね、退職金の費用として積み立てをしている、毎月いくらずつ積み立てをやっているのか、ね、これを調べた、ね、そうした時に約30万円、ね、そうでしょ、私が開示請求した時にね、この職員は、ね、いつどこで誰が何をどうしたというね、これを秘密にしなければならないという義務、秘書義務、そうですね、あるはずなのに、なぜ私が開示請求したね、ことをこの副市長が知っていたのか、ね、その場でね、言わなかったんですよ。こういうことがね、この東大阪では、役所の中では、私のね、一挙手、一投足にね、ピリピリしてるんですよ。ですから20人もの天下りのね、府警本部の天下りの職員連中を雇っているんですよ。ね、私は疑問に思うことをね、次から次へとその
証拠となる、基本となるね。証拠にならなくてもその基本見て、どのような公文書がね保管されているのか、ね、ところが私がね談合、不正談合を暴くときにね、公文書を開示請求したときにね、次から次へとね改ざんされた公文書がね出てくる。ね、公文書というものはね一枚一通りの文章が保管されているはずなんですね。ところがおかしなことに、この東大阪はね、私が開示請求するたびにね隠蔽しようとして改ざんしたものを出してくるんですね。典型的なのは、私がね3年ほど前にね開示請求で手にして帰ってきたんですよ。そして家で精査していたところがね、どうもね数字が合わないね、その件数と数字が合わないという部分を私が見つけたんですね。そしてそれを調査していって精査したところがね、あくる日ですよね、明日これは文書を持って行って問いたださなければならないなと思っていたんですよ、ね、そして私がね、その夕方5時過ぎでしたから、役所は5時半まで職員がいますんでね、5時過ぎに電話したんですよ。今日もらった開示請求の公文書な、この平成25年26年の記載されている件数と金額が合わないが、これどういうことだという担当者に連絡したんですね。当然役所には私に出した、ね、公文書として出した本文があるはずなんですね。そうした場合に、ね、その担当者は、ね、黙って聞いていたんですね。明日これをもってもう一度正しに行くからなと言って電話を切ったんですよ。そうしたところ、明くる朝に9時過ぎですよ。1分2分過ぎですよ、9時の。ね、私に電話があったんですね、携帯に。昨日、公文書のことで電話いただいた誰々ですが、ね、堂村さん、あの渡した文章には手違いがあって、ね、数字の違うものを渡しましたと、こう言うんですね。おいおい、ね、それどういうことやと。これ公文書やで。水道企業管理者の確認が押された公文書が、数字が間違っていたから差し替えする、今からファックスを送りますって、どういうことや。まあとりあえずファックスを送ってくれと言って、ファックス番号を教えたんですね。そうしたところに5分ぐらいしたら、ね、6枚の用紙、A4 の用紙が届いたわけなんですね。なんと、私が指摘したところの25年、平成25年と26年のね、私が指摘したところだけの数字がね、やり直しされているんですね。しかし皆さんね、このファックスで送ったらマーカー入ってるところはね、薄いマーカーで入れてもファックスですから、そのマーカーは映らないんですね。ですから私は前の昨日もらった公文書を持っていますから、合わせたらどこが違うなっていうのは分かるわけなんですね。そうしたところをね、送ってきたので、私はそれを持ってね、10時過ぎに役所に行って窓口に行ったわけなんですね。そうしたところ、これはね、どこを直したのか、私の持っているものと合わせたら直ね、分かるけども、これ正したことをこれ1枚だけど分からないではないかといったところ、その私にファックスを送った原本を持ってきて渡してくれたわけなんですね。そうしたところ、その数字を直したところ全てマーカーで分かるようになっていたんですね。このようにしてね、要するに指摘されてから数字を変えているんですよ。ね、皆さん、公文書でね、例えば業者がね、役所に提出する。その時にね、もう癒着しているね、業者が提出するときにはね、
受付の日にちがね、記載されていない公文書が出てくるんですね。さあ、文書でね、私たち市民が何かを申請して、ね、そのもらうとき、ね、少しでも、一時でも違っていたら、役所は、いや、これではダメですと。ね、ここ一行、こういう形では、ね、保証はできません。助成はできません。こう言いませんか？ね、ところが、役所に癒着した企業が提出した書類などには、受付した、ね、その日付が書いていない公文書が出てくるんですね。こういうところにもね、そのずさんな、ね、公文書の管理、ね、そういうのがあってね、私はそういうね、常日頃から公文書をね、本当に全て手にしますから、来週の火曜日にはね、1000枚ですよ。1000枚のね、近畿地方整備局が出す契約書、ね、様々な許可書、ね、申請書、これをね、私が開示請求して、その書類ができました。ね、どのようにしてお受け取りになられますかと言われたので、それを受け取る前に、私がね、一番ね、手にしたかった、その契約書や許可証やその申請書が受け取っておりませんというね、国土交通省のね、文書、ね、不開示決定通知書が来ているんですね。6つのそういうね、公文書不開示決定通知書っていうのが来とるんですね。それを私はね、聞きに行くんですよ。ね、火曜日の10時。ね、ここで当然私はね、今度も面談するときにね、動画撮ろうかなと思っているんですね。公務員にはね、症状権はありませんから、我々民間には役所の中に入ったらね、肖像権があるんですね。しかし、あの役所の中にいるね、職員には肖像権はないんですよ。なぜかわかりますか？ね、この役所の中で作業している、勤務している職員ですね。ね、しかし、最近ね、よく、張り紙のする、している役所があるはずなんですね。この連中らは、急遽そのような張り紙をするんですね。今からね、4年ほど前、ね、あ、5年前ですね。5年ほど前に、東大阪の自由民主党、東大阪議員団が、偽チラシの、あの、政務調査費ですね。これを不正に騙し取っていた。そして作ってもいなかったチラシですね。選挙候補チラシ。これに何百万円、何千万円使ったというね、虚偽の収支報告書を提出していたわけなんですね。その時に私がね、調査している時と同時に各マスコミの新聞記者もね、それに目をつけて、あの時ね、どんなことが起こりましたか？兵庫県のあの野々村隆太郎氏ですね。政務調査費で全国に、いや世界で政治家としてのなんと立派な吉本以上の面白い記者会見を行いましたね。この人物がいなかったら、あれほど全国にね、議員による政務調査費の不正使用、ね、詐欺ですね。このようなね、大々的な全国47都道府県、1700市町村にね、この問題は全国には広まっていなかったんではないかなと思いますね。さあ、それをね、あの野々村隆太郎氏がね、虚偽のね、申請、政務調査費の申請をやっていた。出張費行ってもいないのに、ね、出張行って、ね、何万円、何十万円、ね、使った。ね、
そして領収書も偽造してね、そのようにしてね、そしてあの記者会見ですね、どうして本当に私は議員になったんですよと、このね、本当、そしてこれこうやってみましたね、この耳を後ろにこうして手を前にやってね、あの傑作吉本の芸人でもね、あのようなね、芸はとてもじゃないけどね、できないなね、あれがね1年間そのままね、さまざまなところで放映されましたね、今でもネットに出ていますね。しかし今になったらね、それから3年経ったら、あの野々村龍太郎氏にね、私は感謝状でもね、出したいような気持ちになったんですね。そうでしょ？ね？あの人物がいなかったら、全国の議員に激震が走っていなかったんですね。そして、神戸市役所でも、神戸市役所でも、多くの議員が、市会議員が、ね、不正に政務調査費を、ね、猫ばば横領していた。ね、そして何人も有罪とされましたね。しかし、この東大阪、ね、おかしなことが起こったんですね。当然、マスコミも対象に押しかけて、すべて調査したところ、ね、あの、なんとか、ね、あの、パソコンを入れるバッグを買った、ね、ゼロハリバートンとかなんとかそのようなね、バッグを買ったというね、このような人物が会計責任者であって、ね、そして幹事長と、ね、さまざまなね、この疑惑をね、否定するような記者会見を行ったんですよ。ところがね、この連中らが作ったという議会だよりですね、自由民主党の議会だより、ね、それをね、あると言ったんですね。ところがどこを探してもないんですよ。ね、テレビ局もね、布施の駅前や小坂の駅前で道行く人にね、市民に聞いて尋ねていったんですね。チラシを見たことがありますかと、チラシを見たことがありますかと、自由民主党のチラシを見たことがありますかと、このようなね、ニュースとしてワイドショーとして次から次へとね、各局、関西のテレビ局が放映したんですね。ところがどこを探してもね、そのチラシが一枚もなかったんです。ところが私がね、主体となって探していたもんですから、なんと突然ね、その時に私の携帯なったんですね。そうした時、職員ですよ。ね。名前は名乗らず、匿名で。堂村さん。自民党がどうも、監査室にチラシを提出したらしいですよ、ということをね、通報してくれた者が職員の中にいたんですね。それを聞いた私はね、即座に、ね、7階にあった監査室へ行ったんですよ。そしてその観察で行くなり、ね、私は高圧に物言いますから、職人ね、そういう職人に対しては。おい、ここに自由民主党が、チラシを出したと言って聞いてるが、どこにあるんや。このように言ったんですね。さあ、今日疲れたその課長は、あ、出してあります。こう言ったんですね。そうしたところ、どのチラシや、と言ったところね、4枚のチラシを持ってきたんですよ。ね。下にね、8名の自由民主党の市議会議員の写真がね、載ってるんですね。そして、そのチラシ、ね、これ、わし開示請求してもらうから、ね、これはもらえるんだなと聞いたら、いや、開示請求しないともらえませんって言ったんでね。そしたら、ね、私が突拍子もなく突然に言ったもんですから、ね、課長、このチラシをわしに10分間だけ貸してくれと言ったんですよ。
ね、これは1枚しか、ね、この1部ずつしか出されていない、6枚のチラシが1部ずつしか出されていないので、これしかないんですよ、分かったと、その6枚をわしに貸してくれ、10分間で持ってくるからと言って、ね、それを預かって、向かいにありますね、イオンタウン、イオンがあるんですね、東大阪の役所の東側に、そこのね、コピー機に走ったんですよ。当然カラー、ね、カラー刷りですから、ね、A さんの大きなね、チラシ、両面刷りですね。それを6枚を持って行って、私はイオンに行って、そのカラーコピーを6枚刷って、ね、そして帰って、また7回に行って、ね、返したんですよ、6枚。さあ、そのコピー6枚、私手に持ちました。ね、そして、マスコミに、ね、テレビ局、すべてに電話したんですよ。さあ、みんな全テレビ局飛んできましたよ。ね、チラシが出てきた。ね、さあ、すべてのテレビ局は、私の提示したチラシ6枚をね、全部取って、さあ、その夜の夕方の、ね、テレビニュース、ね、出てきた幻のチラシ、ということで大々的にね報道されたんです、ね、私がそのチラシを手に入れなければこの連中らはねうやむやにしていたんですよ、ね、この時面白かったんですね。東大阪のね19階に議会事務局っていうのがあって、ね、その奥の、ね、カウンターより奥へ入った左側の奥にね議長室っていうのがあるんですね。この時の議長が公明党議員の平田というね議長だったんですよ。ね、この公明党は自分たちは一切不正事はしておりませんとこのように豪語していたんですね。ところがなんと600万円猫馬場横領したということが暴露されてきたんですね。その時に私が議会事務局のね、カウンターに座っている時に後ろを通ってその平田議長が自分の部屋に入ろうとしたんですね。その時に私が議長え、わしが言うとったお前ら嘘ついとったやないかい、即刻議長やめんかいとこう言うたことがね、なんとテレビニュースで、ね、私の後ろからそれを撮っていたねテレビ局があったん。私もあまり知らなかったの。後ろでねその議長に声をかける私の声だけがね大きな声でそれをバッと振り向いて議長がわしやめへんでと言って一言言って議長室へ入っていったん。それがなんとね私の声とそしてその議長が議長室に入るねその絵がテレビのニュースとしてね報道されて、なんと3日したら議長を辞めたんですね。こういうことがあってね、この文書の改ざんね、議員の悪性不正っていうのはね、国会がそうでありますように、ね、今ね、市町村まで本当にね、議員の節操も秩序も何にもなくなっているんですね。これがね、今の現実、そしてこのコロナ問題でもそうですね、あの、オープンになっても、ね、どこのお店に行っても、2メーターぐらいずつ、ね、席を空けてください。あ、こんばんは。ね、こういうことが言われている。ね、しかし、ね、元になかなか戻りませんね。さあ、第2波が来ると言われております。ね、未だにこの特効薬がない間は、自分の命は自分で守り、家族の命も家族で守る。ね、それが私たちにできる、ただ一つの防御方法ですね。帰ったらうがい、手洗いを行い、そして、ね、あまり外出しないようにすること、ね、しかし子供たちを見たら公園で、ね、本当に楽しそうに学校始まって遊んでいますね。これがね収束してくれたらいいなとつくづく思うこの頃ですね。それではまた明日からね徹底的に違うことをね調査してまいります。そしてその事実と真相の違いをまた広報してまいりましょう。こんばんは、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。また明日。